イズ、本当にあのドロップアイテムを預けてしまってよかったのか。うん、どうして。やかましいぞ。そらやかましくなるってもんだろ。こんなドロ…おい、ケンキ、これをどこで手に入れた。ウダイオスを倒して。ウダイオス。ウダイオスはこれまで幾度となく倒してきたが、私も初見のドロ…つまりドロップ条件が何かあるってことか。しかも尋常じゃなく面倒なドロップ条件が。おい、ケンキ、一体どうやってウダイオスを倒した。アイズ一人でウダイオスを倒した。はあ？ってことはこれをドロップさせるには1対1でウダイオスに勝たなきゃいけ、または少数でだな。状況から推測できる条件は、そ、ケンキ、これを俺に預けてくれねえか。お前は少し考えが足りなすぎる。あれを売れば武器の修理代以上の資金が手に入っただろう。いや、どうした。人が倒れ、モンスターにやられ、外傷はなし、治療及びゲ、この子なんだ。直接話したことはないけど。なるほど、ベートがちょ、リベリア、まあこの場、そうだな。何、起きるまでそんな確証はないかな。だがこれ以上尽くす義理もないだろう。よく、私は先に戻る。残っていても、うん、あり、頑張ってるんだね。たくさんたくさん。お母さん。ごめんね。幻覚じゃないよ。ゲームデータをセーブしますか？